いやー、早朝の離島の海はいいですね。何とも言えない雰囲気があります。サイフォン TV というのは嘘で、こんにちは、サイフォン TV です。今日はどこにいるかというと、ここはね、実は山の上です。群馬県前橋市富士見町というところに来ておりまして、この目の前にある幻想的な海みたいな、これはですね、こうもう砂浜みたいになってるんですけど、実は今赤城山の山頂近くにある大沼というところにおります。赤城さんといえば、あの有名な高橋涼介率いる赤城レッドサンズの本拠地だと思いますが、あ、すいません、あのイニシャル D という漫画の話ですけど、イニシャル D の聖地巡礼をしようと思ってきました。というのも嘘なんですけど、まあでも、あのイニシャル D の赤城レッドサンズがきっと、まあ赤城レッドサンズっていう、まあ走り屋のグループですね、あの知らない人に言うと、がチームがあるみたいなんですけど、あ、フィクションの話ですね、漫画の中の話ですけど、がまあきっとの人たちが走っているであろう道、赤城レッドサンズのホームコースである赤城山に登ったり降りたりする峠道の、周辺にですね、なんか実はちょっと面白い土木施設が、インフラ施設があるぞということで見に来ました。まずこれ赤城山の山頂近くにある大沼なんですけど、これはなんだろう、これはね、河口湖、カルデラ湖なんですかね。ちょっとすいません、赤城山の、あの、あんまり詳しく知らないんですけど、カルデラ湖なんですかね。まあ、いわゆる一応自然湖ですね。で、今ね、なんか水位が多分低いんだろうな、きっとな。ここからね、ここにね、なんか、自然釣り式の洪水湧きがあるんですよね。まあ別にダムじゃないんですけど、まあ、あの、湖の貯水を、まあある程度キープしておく、だろうと思うんですけど、で、まあ、増えた時はここから流れていくという感じなんですが、すごい、なんかもう霧がすごくて、今一瞬ちょっと撮影1分ぐらい止めてた間に、なんかもう全然周りの景色が変わってしまいましたが、で、ここから流れ出る川が沼尾川、利根川水系沼尾川という川なんですけど、これがあの、この大沼から唯一流れ出ている川らしいです。で、今日、見る施設は大沼では、あ、沼尾川ではなく、ここにね、もう一個隣にね、なんかね、あるんですよ、ここに。で、これがね、赤城大沼用水という、いわゆる灌漑用水ですね、農業用水路、灌漑用水が、実はここから取水されてまして、大沼用水で、本来、あの、この大沼の下流の流域ではなかった地域に、水を引いて、赤城山の南面、南側の斜面に広大な農地、農業用適地があるんですけど、そこに水を引いて、そこはもともとその大きな川がなかったので、もともと農業はできるような緩い斜面の広い土地があったんですけど、大きな川がなかったので、水不足がずっと続いてたという場所なんですけど、そこに水を引く用水路を作って、で、広く農地として作られたと、開拓されたというようなところらしいんですね。なので今日この赤城大沼用水を辿って下ってみてみたいです。というわけで、じゃあすごい、いやーでもなんかすごいな、僕は大沼初めて来ましたけど、今日の天気はなかなかすごいですね。いつもこんな感じなのかな。なんか湖の真ん中の方すごい霧ってて、あそこ雨降ってんのかな。よくわかんないですが、いやーすごい。あっちの方はね、ちょっと晴れてて、心が洗われる景色ですね。というわけで、じゃあ、心が洗われる景色を見た後は、農業用水路を辿って、下っていってみます。というわけで、ここが沼尾川が流れ出る越流堤ですね。今は水位が低いのか、全然越流堤には水が達してないので、水は流れていません。で、ここが、湖から、大沼から流れてた沼尾川の一番上流の部分ですね。ここから流れ下っていくみたいです。で、その隣に、あ、ここにありますね。赤城大沼用水。
大沼頭首工、取水口ですね。で、ここにも用水の説明がいろいろ書いてあります。間違いなくあそこが取水口ですね。これは何だろう。川沢清吉沖縄県消費赤城大沼用水土地改良区なんで、きっとこの用水の開拓に従事された方なんですかね。ここは大沼からずっと下ってきた道で、ここヘアピンカーブが続いてまして、まさにここ高橋涼介、圭介の高橋兄弟たちが RX7 でバトルしまくってたとこなのかなっていう気がしますけど、まあちょっと僕その辺あんま実は詳しくないんですけどね。で、これが赤城白川という川で、この川はですね、この辺、もう本当にこの辺が水源になってる川なんですけど、ここですね、このヘアピンカーブ2個目かな ?3 個目かな、上から数えて。わかんないですけど、ここにね、赤城大沼用水トンネル出口って書いてあって、なんかすごい可愛らしい看板がありますけど、これですね、ここが赤城大沼用水って書いてありますね。ここがまさに大沼の取水設備から水がトンネルでこの山を抜いてここまで送られてきてるっていうところです。結構思ったより大量にダバダバしてますね。いやーすごっ。でこれがこっちに行って、ここに流れてるんですね。で、だからここでこの、この辺の山が水源となっている赤城白川とここで合流するってことですね。で、下流にドーッと流れていくと。でね、この先にこの赤城白川とまた、赤城大沼用水の水路、用水路を分ける施設もあるみたい で、次はそこに行ってみます。いやでもね、ここにこんな看板が、大沼用水っていうのトンネル出口っていう看板があそこにありますけど、こんなねところにあるってことは、高橋兄弟もね、ここをね、このヘアピンコーナーを攻めながら、チラッとあのね左コーナーをね攻める直前にね、チラッと右に視線を送ってね、大沼用水のトンネルだ兄貴、大沼用水のトンネルだみたいなね感じのことをちらっと思ったりもしてたのかなと思いますけど、そんなことあるわけないで、あ、すごい、ロードスターの軍団が知ってきてる。レッドサンズの皆さんですかね。はい、ここはですね、さっきのトンネルの出口から数分下ってきた場所で、大沼からは20分ぐらい下ってきたとこなんですけど、なんていうとこなんだろう。触れ合い歩道って書いてあるけど、ちょっとここの施設はよくわかんないですけど、駐車場がちょっとあって広くなったりしてます。で、お、雨止んだ。ここにね、なんか吊り橋がかかってまして、触れ合い橋って書いてありますね。で、ここにもちょっと大沼用水に関係する施設があるそうなので、渡ってみます。これがだからその、赤城白川ですかね。元々の自然の川と、プラス、大沼からさっきのトンネルで抜いてきた水が混ざって今流れている状態です。下流に向かって流れている状態で。わ、すげえ、なんか思いっきり人工物だね、これ。あ、ここすごい堰？これ砂防ダムなのか、堰なのか、完全にこれ、川を横断するコンクリートの壁があって、そこに空いている穴から今下流に水が流れているような状態になってますね。で、その穴から抜けた水はさらにもう一個下にもう一個砂防ダムのようなコンクリートの堰があって、その間に一回溜まって、でそこから右側に、ちょっとここからだとよく見えないんだけど、右側にあれ取水口ですね、取水口があるね。だからあそこが赤城大沼用水の取水口になるんですね。あそこから用水路が、ちゃんとした用水路が始まると。ここまでは自然の川にプラスして、さっきのトンネルから水を抜いた水を一緒にここまで流してきて、でここでその水と赤城白川の水を分けるということが行われているのだと思います。
だから今はここは上から流れてた水がこのコンクリートの壁で一旦せき止められて、でこの穴から下流に流れているけど、まあもっとすごい大雨が降ったりして、ここの川の水がもっとドバーッと増えた時はきっとここの上を乗り越えていくんだろうと思いますが、まあでもそこそこ大きい木も生えてるし、そんなことは滅多にないのかな。相当な上流の方だしね、ここは。おお、あそこに取水堰が、これが取水堰の役割を果たしてるんですね。まあ、もともと取水堰として作られたのかもしれないけど。でもなんか見た目は砂防ダムっぽい、砂防堰堤っぽい感じなんですよね。で、あそこに取水堰があって、ここから多分こっちの方に流れていくのだと思います。で、赤木白川はここの、このまま、ここにも多分きっと穴が開いてんのかな、この取水堰にも。100% 取水しているとは思えないんですけど、どうですかね、わかんないですが。という感じで、まあ、ここも赤城大沼用水の施設の一つですね。取水するという設備ですね。ここは、駐車場があって、すごく見学しやすい。まあ、あんまり取水堰、すごいよくは見えないんだけど、取水設備はすごくよくは見えないんだけど、まあ、車を止めて見に来やすくはなっています。じゃあ、さらに、赤城大沼用水をたどってここから下流に行ってみます。もっとね、面白い設備があるそうなので行ってみます。さっきの、赤城大沼用水のトンネルの出口から、まあ、大体どのぐらいだろうな、2、30分下ってきました。標高500メートルってここは書いてありますね。で、これ多分赤城大沼用水だと思うんですけど、そうか、わかった。これは発電所だ。なんかマイクロ水力をやってるらしくて、だからこの上流の多分あのコンクリートのところかな。あそこから取水して、で、この発電所を通してここに放流されてるんですね。発電された水が。だから今こっちの用水の本流の方はほぼ水が通ってないのかなと思いますが、で、ここになんか水門が2つついてて、1個は閉まってるね。一個は閉まってて、もう一個の方に、もう一個の方はこれ空いてるのかな？それでそっちに水がゴン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 流れていってますが、この流れた先にね、大変面白いものがあって、じゃーんとこんなものがあります。丸い池の下から水がボコボコ湧いてきてて、で、それがこの外側の壁を乗り越えて下流に流れていってますね。まあこれは何かというと、まあ前サイフォン TV でももうちょっと大きい規模のやつを取り上げたことがあるんですけど、これは円筒分水ですね。いわゆる、まあ灌漑用水なんかを公平に分けるための施設、設備です。まあこういうね、やっぱり水の流れってこう水の流れなので、まあ水の流れなのでって意味わかんないけど、流体なので、公平に分けるのってやっぱちょっと難しいじゃないですか。一本の川を二つに単純に分けたとしても、まあやっぱりその水がどっちかにちょっと偏って流れてたりとか、あと水が多い時と少ない時で分ける水の割合に差が出ちゃったりとか、どうしてもなかなか難しくて、で、この円筒分水っていうのは、この下からね、水を円筒の中に吹き上げることによって、で、その円筒の上にこう切り欠きをね、こうやって作っておいて、いくつか。で、下から吹き上がってきたその水が円筒の縁を乗り越えるっていう、その乗り越える量で、この縁の切り欠きをね、その、この下流にある農地の割合に応じて、水を分けたい割合に応じて、切り欠きのところに壁を作っておいて、で、その乗り越えた分が、それぞれの水路に、ここだ、ここはどう、いくつなんだろう？二つなのかな？三つなのかな？二つなのか？二つっぽいですね。ここから、ここからここまでと、で、あとここ。第一円筒分水口、これで見るとやっぱり三方向だな。三方向に分かれてるっぽいね。ちょっとこのコンクリートの下になってて、ちょっとよくわかんないんですけど、だからここがもう一本なんだね、きっと。で、あのピンク色のエリア、もっともっと下流の方ですね。に水を供給しています。まあ、もっとね、いっぱい4つ5つに分かれてる円筒分水もあるんですけど、まあ、そういう感じで、水を公平に分けるための施設。で、下流に、この下流に第二円筒分水口っていうのもあるみたい。なので、ちょっとこの後そこにも行ってみますが、
いやーでもね、いいよね、円筒分水いいよね。すごい、こう、水のやっぱりこう流れというか、越流する水ってなんかこうずっと見てるとこう癒されますね。いやー規模はね、すごい小さいんだけど、円筒分水僕もいくつか見たことありますけど、まあ僕が今まで見た中では、まあ、かなり、というか一番かな。きっと。僕が今まで見たことある中では一番小さい円筒分水ですけど、すごい可愛らしくていい感じですね。癒されますね。で、ここからそれぞれの下流にある農地に、まあ、公平に水が分配されています。はい、先ほどの赤城用水第一円筒分水から、そうだね、数分、まあ2、3分下ってきた場所に、もう一個、でもさっきのと本当にすごい、なんかそっくり、デジャブーみたいな感じの、本当にさっきのとそっくりな構造物がありまして、水がボコボコ湧き出してますね。ここも同じ赤城大沼用水の、だから上流から赤城大沼用水がどんどん流れてきて、この用水を分けるための円筒分水ですね。で、ここは、すごい分かりやすいね。二つ。で、しかも、50対50じゃないかな。きっと、割合としては半分に分かれているような気がします。こっちと、こっちね。いやー、すごい。本当に、あ、ここから見ると本当に50対50かなっていう感じですね。用水路が二つに水が分けられてるっていうのがすごいよく分かりますね、ここ。で、ここにね、こんな、これはなんか円筒分水と関係あるのかな？ちょっとわかんないんですけど、水道改修記念碑っていうね、めちゃくちゃでか、でかめちゃくちゃでかい石碑が立ってます。で、赤城大沼用水にまつわる説明する看板もちゃんとね、立ってまして、こう、下からこう湧き上がって、二つに分けると。で、赤城大沼用水は赤城山頂にある赤城大沼の水を赤城山南面地域に広がる田畑に送るための農業用水路です。赤城山南面の地域は川の水が少なく、昔から米作りに必要な水が不足し、農民は大変困っていました。水が少ないために農民が辛い思いをしたり、水の取り合いで喧嘩になったりすることが数多くありました。そこで上毛かるたにも登場する船津伝次兵衛がこの用水路を作ることを提案し、木村与作や樺沢正吉といった人たちの苦労により1942年昭和17年に工事が開始されました。しかし周囲の山を貫く約2キロのトンネルの工事は大変苦労したため、完成までに16年もの長い年月がかかり、1957年昭和32年にようやく完成しました。こうして赤城南面地域の農民は安心してお米を作れるようになりました。ということで、赤城山の山頂にあるあの大沼からね、さっき言ってた大沼から、トンネルを開けて水をこっち側に、ね、本当はこっちに流れてきてなかった水をこっちに流れてこうさせるようにしたっていう感じですね。あ、なんか、あそこ、ここに、あ、ここに、上から用水路が来て、あ、なんかしかもなんか、すごい、わかりやすい構造の、なんていうんですか、鎮差地じゃないんだけど、こう、余計なゴミをね、円筒分水に入れないようにするためのなんか、スノコみたいなものがちゃんと敷いてありますね。で、ここにこう、あ、多分ここの下にね、ここに多分水槽があって、で、ここから下をこの下を抜けて、ここに湧き出してきてんだね、きっと。で、余分な水はこっちに流れていくと。で、さらにここから、この水門を通って、ここからさらに、下にここから潜って、この下を通って、で、ここから湧き出すというような構造になっているものと思います。用水路はね、それぞれこう二つに分かれてるみたいなんだけど、ちょっとここからは海峡ではなくて暗渠になってるのかなみたいですね。あ、兄貴。余水場みたいなところから流れ落ちた水は普通の排水溝みたいなところに入っていってるよ。そうだ。あそこから余分な水は排水溝に流されるんだ。とか言ってるかどうかはわかりませんが、というわけで、高橋兄弟おなじみのかどうかもわからないですが、まあでも彼らね、きっと赤城さん行くときはきっとここの道を通っていくんじゃないかなと思うんで、
この円筒分水の存在もきっと気にかけながら毎日この道を登るよりしてるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今日は赤城山大沼から、この下流のね農地を潤す赤城大沼用水を辿ってみました。そして円筒分水を2つ見学しましたが、いかがだったでしょうか。まあイニシャル D の聖地巡礼でもいいんですけど、この赤城山行くときはぜひこういう施設ありますので、ちょっとね別にここ駐車場があったりするわけではないので、みんなでね押し寄せてもちょっと困る場所もないんで困ると思うんですけど、ちらっとねこんなのがあるよっていうのを気にしてみてはいかがでしょうか。それではこの動画が良ければいいねボタンを押してください。あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。